間違ってるよ、もうこんな。これはもう文法正しいです。これは確かに世界一むずいわ。これ解けたら、100万円あげるよ。あどうもこんにちは、あけみです。山田です。山です。世界一難しい、英文読解。英語にはちょっと不思議な一面がありまして。本当ですか？なんかこうパッと見てなんだこの英文、絶対間違ってんだろ、こんなんおかしいだろって思うけど、実は文法普通に正しいんですみたいな、ありえちゃう言語なんですよ。なるほど。でね、そういった不思議な文章がこの世には何個かありまして、はいはい、それを集めてきたんで、はい、2人にそれはどういう意味なのかっていうのを当ててほしいんですね。なるほど。読解するわけですね。読解してほしいんです、今から提示する英文を。了解しました。はい、もうそんなのあの学校でやってきましたね、たくさんね。英文読解なんかもう死ぬほどやってますからね。やってますよね。本当ですよ。めちゃめちゃ IQ も高いし。そうだよね、うん、でも海外にも住んでましたからね、喋、うん、るからね、俺に関して。そうだよね。早速1問目いっちゃっていいですか？はい、はい、どんな問題でももう余裕ですよ、余裕ですよ。1問目、はい、こちら。なんだこれ。バファロー、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 バファロー。これって正しい？これ文法的に。これね、文法的に正しいんだよ。正しいんだ。そう。そういう感じね。なるほどね。これは確かに世界一むずいわ。これ細かなディテールを逃さないでくださいね。大文字の位置がね、3箇所ありますから。鋭い、うん。そうですよ。そうですよね。こういう名詞、ね、名詞なんだろうな。うん。バッファローって動詞系がなんかあんのか？そうでしょうね。そうだよね。これとかってそうなんじゃないの？このバッファロー動詞なんじゃないの？動詞なんじゃないの？タックルするみたいな。あ、バッファローするっていうね。ね、うん、バッファローがタックルするもう一匹のバッファロー。でもさ、こういう名詞だから。バッファローってなんかさ、町の名前もない。俺全然知らないわ。なんかある気がする。でもありそう。ここザットの省略なんじゃないの？関係代名詞のザット。そう、ザット省略できるからね。うん。じゃあここでヒント。はい。バッファローには3つの意味があります。はい。動物のバッファロー。動物のバッファロー。はい。2つ目がいじめるっていう意味があるんですね。おー、動詞として。そう。なるほど。そう。で3つ目が、うん、バッファローっていう街があるんですよ。ダイヤマちゃんの予想の正解です。へー。この3つの意味を知ってればもうこれは解けます。なるほどね。はい。じゃあ街だ、ここ。まあ、どっちかか。ここが街っていう可能性もない？そうか。この2語で、バッファローっていう街のバッファローっていう風になるよね。うん。そしてバッファローのさ、動詞のさ、うん、過去分詞形がこう一緒なんじゃない？バッファロー、バッファロー、バッファローだろ、もしかして。そういうことなんじゃない？このバッファローされたバッファローみたいなさ。まあ、でもここがさ、固有名詞だから。うんうんうん。そしたら街だよね、そこはね。もう一回ここがさ、バッファローのバッファローなんだろうな。そうだね。こことここは同じだよね、多分。うん。じゃあ次のヒント。はい。これを正しいイントネーションで読みます。はい。バッファロー、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 バッファロー。まあ、バッファロー、バッファローだよね、まずね。だからね。そうだね、そうだね。これ名詞？バッファローという街のいじめられたバッファローみたいな。うんうんうん、これが動詞か。動詞で名詞。でもそうじゃん、そうじゃん。それで数合うね。意味を考えていい？うん。え、登場人物 3? このバッファローを、いじめられたバッファローという町のバッファロー1、こいつがさらにいじめてるバッファローの町のバッファロー、うん、で二重にいじめてるってこと？そういうことだな。ってことか？そういうことだ。惜しい！違う。けど不正解。違うのか。これ正解いきます。はい。登場人物は3バッファローですね。はい。バッファロー市にいるバッファローが3体います。あ、バッファロー市に3匹いるんだ。バッファロー市のバッファローは、このバッファロー市のバッファローをいじめていて、このバッファローは、このバッファロー市のバッファローをいじめている。ね。っていうふうになります。そういうこと、え？そうか、ここがバッファロー市のバッファロー。ザッとみたいな感じなんだ。ここにかかってんのか。そう。ここが主語。動詞、目的なのか。そう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 。なるほど。この名詞を説明してんだね、こいつは。なるほどね。なるほど。惜しいですが違います。難しい。難しい。でも、ものすごいいい線までいってる。で、ここまで来るとは思ってなかった。なんか、いや、でもヒントがなかったら厳しかったね。いや、そうだね。うん。いや、でもそう言われるとさ、そうだね。シンプルに見えてくる、ね。見えてくるよね。そうだね。すごい単純な文章だね。うん。次の問題は、はい、多分ね、もう結構すぐ解けると思う。あ、本当。これはちょっと難易度低めのを用意したんで、はいはい、次の質問いきます。 I'm on a ship shipping ship shipping shipping ships。 これはね、多分分かると思うよ。船、うん、そうだね。シップって動詞でこの、どういう意味なんだっけ。送るみたいな感じじゃない？荷物を送るとか。あー、そっか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 。船便みたいなことなのかな。シップシッピング海遊みたいな、なんかその、うん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 、私は荷物を運んでる船の上にいる、うん、ING で就職してる感じなのかな。そういうことか。船を船便で運んでる船ってことか。シッピングシッピングシップでしょ。シッピングシップスっていうのは輸送用の船。そういうことじゃない。輸送用の船を運んでいる船の上にいる。
ファイナルアンサーは何ですか？私は輸送船を運んでいる輸送船の上にいる。惜しい惜しい惜しいけど違うんだ。惜しい。違いにがあるのかな、シップになるか。じゃあないない、その2つがあって、うん、ない、その2つであって、送るっていうのと船っていう意味があって、うん、シップ、シッピングシップっていうのは船を運ぶ用の船。あ、なるほど。じゃあ、うん、違ってたね。そうだね。違ってた。船運び用の船があって、うん、そこには愛がいて、うん、そこにもう一つ何が乗ってるかというと、シッピングシップが乗ってるんだよ。輸送用の船が乗ってる。はいはい。そういうことだよ。確かに確かに。で、シチュエーション的には一緒だね。そうだね。ただここの考え方が間違っちゃった、うん。そうだね、そうだね。はい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 。この文法ってなんていうかな、こう、例えば、人食いモンスターみたいな、うん、だったら、man eating monster とか言うから、うん、その同じ並びだね。船運びシップ。そう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 。うん、っていう感じでございます。はいはい、あ、でも、大前にあった。そうそう、大前にあった。うん、次の問題いきます。はい、はい、こちら。Will's Will もう間違ってるよ、もうこんなこれはもう文法正しいです、これは未来形に使う Will と、うん、名前の Will もあるよね。ウィル・スミスの Will ね、うん、名詞の Will もあるよね、なんかね、意思みたいな。ああ、そういうことか、うん、動詞の Will もあるっていうことだよね。この文章があるってことは助動詞と動詞どっちもあるのか。ここは名詞呼びかけだろうな、最初ね。 Will、うん、これはさ疑問文だから最初の Will だよね。 Will you の Will だよね。そうだよね。これは名詞でしょ、 Will さん、うん、これ動詞 Will か。なんだ動詞 Will って。動詞の Will はどういうことかというと、はい、遺贈するそういう感じですか。遺贈する遺言書の遺、ああ贈与の贈。なるほどなるほど。相続のことか、うんうんうん、そんな意味あるの見るってでも確かに名詞の時もさ遺書とかいう意味もあるよね、そういえば。俺知らないそれ全く。そう、そうあります、ね、そうです、あります。それももしかして入ってる説ある。そうかもね。遺贈しますか。あ、そうじゃない。ウィルに、うん、ウィルの遺言を遺贈しますか。かこのウィルとこのウィルは違う人ってこと。そうじゃない。こことここが一緒なんじゃない。そうだね、そうだよね。あの一緒とも限らないのか。これとこれとこれは一緒、同じウィル。これはまた違うウィルかもね、もしかしたら。このウィルの仲良いウィルみたいなさ。あー、そうね、そうね、そうね、でも一緒かもね。一緒かもしれないし、うんうん、違う人かもしれない。少なくとも2か3いる、うん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 、ウィルが。ウィルの人数はですね、はい、3人です。3人ですか。はいはい。じゃあやっぱこの人とこの人とこの人だな。でこことこれが一緒で、これじゃあその名前呼んでなんかこう呼びかけてる、うん、これ助動詞ウィル、うん、これがウィルその2さん、2人目のウィル、ウィルね、さんは遺贈する、うん、ウィルその3にウィル2の遺言を、うん、みたいな意味が。そうだ、ありがとうございます。はい、はい、正解、やったすごいね、すごい。この問題はね、まず3人ウィルがいて、名詞の遺言書、うん、で動詞の遺贈、うん、と、うん、あの助動詞のウィル、うん、ね、うん、そのプレイヤーたちがいて、なるほどなるほど、喋ってるのはもう全く関係ない、うん、そうだね、あのステファニー、うんうん、でステファニーが喋ってるんだよ第1ウィルちょっと聞きたいんだけどさ、第2ウィルの遺言書に関してなんだけど、第2ウィルは第3ウィルへ遺贈するの、うん、してくれる、うん、みたいな感じの聞き方ね、うんうん、ややこしいね、はい、ややこしい。そうそうそう遺贈ってなんやねんって今も思ってるけど遺贈も知らないし、うん、遺言書っていう意味がある、うん、知らなかった。普通に使う単語の意味合いとしてありますね。そうなんでしょう。確かに俺も今朝遺言書書いてきたし怖すぎだろ。危なすぎる、怖すぎるんだよ。危なすぎる。こういうことだね、なんかね、いろんな意味があって、うん、組み合わせてみたいな、うん、そうだね、そう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 、うん、ちょっと慣れてはきたかな、慣れてきたよね、うん、うんうんうん。で次の問題、はい、雰囲気ちょっと変わります。はい、The old man the boat。 間違ってるよ間違ってる、どうしないもん。間違ってないです、これは。どうしないもんだって、年取った男ボートザ・ボートっていう名前のオールドマンじゃない。そう、ね、ザ・オールドマンザ・ボート確かに違いますでもこうピリオドがやっぱついてるから、もう文として成立してるっていう。そうね、ってなったらもうこのさ、マンが動詞しかありえなくない。そうなるな。名詞、動詞、目的語というかだと思うわ。え、ザ・オールドっていうのはさ、そもそもどういう意味になりうるんだろう。古きものみたいな感じ、全般、まあ、何でもありえんのかな。人もありえる気がするけど、マン、どういう意味なんだろう。マン、まるっきりおかしいことはないと思わない。原型をとどめた意味な気がする。そんな気がするよね。人みたいなさ、それかもうさ、古きものが船をどうするかっていう方向性で考えるという作戦、うん、ぶっ壊す。古きものが船をぶっ壊す作る、ね、そういう系っぽいよね、うん、めっちゃ見てくる探られてる、めっちゃ見てくる、ね、リアクションでね、安定する能力もあるから。そうだ。それだけ特化してる。今の方向性の考え方が合ってる。合ってる。うん、そう。あれは手作りするみたいなのはどう？
ありえる。イメージ的になんか生み出すとか作るとかの方がなんかこうしっくりくる気もする。人というものは的なさ感じのつながりで、人間の本質的なね。そう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 、なんかそういうのなのかなみたいな。ジオールドがそのお年寄りみたいな感じだとしたら、お年寄りが船を手作りする。それでいこう。いや、それでいこう。ファイナルアンサーは何ですか？お年寄りが船を手作りする。残念。方向性はすごく楽しかったです。はい。The Old、老人が。はい。で、ボートは普通の、普通のボートです。うん、やっぱ漫画。漫画動詞ですね。この動詞の意味は、スタッフとして配置するっていう意味なんですね。うわ、そうなんだ。そう。そうか、そうか、そうか。人を置く。なるほど。このボートに人を置く、スタッフを置く。みたいな意味合いなんですね。へぇ、意外と普通だったんだ。そうだね。そうなんだ。なるほどね。恥ずかしいな、人間の本質はどうかとか言って。ねとか考えすぎたところだと思います。そうか、そうか、そうか。これって結構普通に使うの、この漫画。いや、そんなに使わないかな。へぇ、マンパワーみたいなさ、言ったりするじゃん、カタカナで。そういう雰囲気にちょっと近い。確かにね。次の問題、はい、こちら。 The complex houses married and single soldiers and their families でございます。どういうこと？中学英語的には間違ってますから、これは。そうだね、そうだね。間違ってますよね。あの、間違ってないんです、これは。安堵が意味わかんないなと思うんだけど、このシングルが動詞なんだろう。話す的な、一人にさせるみたいな。複雑な家族たちが結婚して、うん、そんでソルジャーと彼らのファミリーたちはバラバラになったみたいな可能性は。でもさ、もしこれがさ動詞だとしたらさ、ここにかからなきゃおかしくない。そうだね、シングルになるのが、うん、ここがなんか並列みたいな。うん、マリードと結婚して、このソルジャーとファミリーたちをシングルにするっていう目的語を取るタイプの動詞。そうこれもシングルシングルシングルなのかもね、わかんないけど、変形が。そう思うとさ、動詞の形が変わんないのさ、うん、覚えやすくてラッキーじゃんとか思ったけどさ、変えてくれよって思うよね。一番嫌だよ。シングルがなんかその一人にするっていうか、なんかこう分離させるみたいな意味合いだとして、ソルジャーたちとその家族を分離させただとして、トータルな文章が意味わかんない。うん、またなんか作ろうとしてんな。網膜の動きとか分かんないわ。ギブ？じゃあさっきので停止しよう。さっきので停止。部分点がもらえるかもしれない。そうですね。じゃあさっきの。複雑な家庭が結婚して兵士たちとその家族を引き離した。部分点もなし。正解。そうなんだ。正解です。部分点ないのか。そう、これは今までで一番不正解度が強い気がする。あ、そうなんだ。かすってもらえ。へぇ。これをじゃあ日本語訳します、はい、この団地は、団地なんだ、団地、この団地は婚約しているかつ独身の兵士たちとその兵士たちの家族を収容しています。あ、なるほど。っていうことなんですね。収容ってか、この家を提供しているっていう。コンプレックスが団地っていうの？コンプレックス団地っていうの、うん、うわー、それが分かんなかった。で、この収容する、この家を提供するっていうことで、houses。そうか。なるほど。これが動詞だったんだ。言われるとわかるけど、コンプレックスにそういう意味があるのも知らなかったし、houses も、その発想にならなかったな。そうだね。気持ちいい。出題者としては非常に気持ちいいです。悔しいな。最終問題。はい。はい。これは、鬼むずい。鬼むずい。これも激むずい。これ解けたら、100万円あげるよ。あ、絶対これ解けたら、100万円かけてもいいぐらいむずい。絶対解こう。いきますよ。じゃあ、馬券買おう。James, well, John, had a better effect on the teacher. バグっちゃった。バグっちゃった、もしかして。バグってないです。バグってないんですか、これ。11連チャンだ。11ハット。そんなことないよ。じゃあ、ハブの意味をさ、ちょっと上げていこう。そうだね。うん。でも、あの、ハブの過去形、ね、過去形のハド。持っていた。過去完了のハドね。助動詞のハドを、その持っていたっていう意味のハド。過去分詞のハドでもあるのか。名詞のハド。なんかありそうじゃない。じゃあハットを辞書で引いてもいいです。え、そんなに、はい、どうぞ。それやってもいいんだ。100万かかってんだよ。いいですよ。持っていたって出てきた。ちゃんと読みも分かってる。持っていた。そこのスペースいらない。いくらなんでも多すぎるよな、ハドが。マジで。11ハドやで。いくらなんでも一文の中に A1 でなんかハドなんかそんな何個も載ってなくない？全然載ってない。だってさ、こんなにあるってことはさ、なんかその過去形にが反映される部分って結構限られると思わない？でもね、これを見たソースは、うん、これ文法正しいって書いてあるんだけど、うん、個人的には、うん、文法正しくなくねってちょっと
ょっと思うところはある。そうなんだ、個人的に、うん、へえ、うん、違和感があるとこはあるんだ。そうだね、具体的にはなんかそのカモとかさ、まあこれない、はい、ないかな、本当は入れるんじゃないかと、いや入れるんじゃないとか、カンマじゃない他のやつとかも、うん、なんかよく分かんなきゃダメなんじゃねって思うところがあります。なるほど、出てこない名詞ないよね。このジェームズ・ワイル・ジョンっていうのどう考えてもこう統治的な書き方じゃん。そうだね、めっちゃなんかもう謎のかかり方をしまくってるんだろうな。どっかで切れててひっくり返ってるとしたら、うん、何個かと何個かに分かれるとか。そうだ、確かにハドハドがさあるじゃん。あるね、はい、ハドハド残り9個あるんだハドハドだとしても賞金を半額にして正しいイントネーションを聞くこともできます確か半額になるの賞金賞金半額になります。聞くか、聞こう、聞こう、聞きますか、うん、じゃあ行きます。長いからちゃんと聞いててくださいね、はい、James while John had a better effect on the teacher. 何を聞かされてたんだ今俺は何かを伝えようとしてくれたのが分かった、うん、ここで一回切れてる感じするしたな。ここのハードがめっちゃ高い。ハードハードハードみたいな感じ。 OK OK で、ここがハードハードだったハードハードだったとしてよ3つ目と6、7がなんか強調されてる。その後のやつはこことここが同じ音程だった。なるほどだから、うん、ここの2つはここの2つと同じ続きハドハドなんじゃないかという読み。なるほど、こことここで切れてると思う。後ろから読み解くのはどうですか。ここのまずハドは何なの。ここが普通の動詞。そうね、このジェームスにつながる動詞がどっかからかあるはずだよね。ここのハドはジェームスの可能性もあるし、ザッとハドみたいなどっかの何かしらにかかってるっていう可能性もあるのあとはこのハドハドなのかもしれないですね。俺の予想では基本構造的にはジェームスは先生にいい影響を与えたみたいな。だからそのジョンが何かをしてるワイルから始まってるジョン説が分かんない。ここで消えてるってことだよね。だからね、多分ここからここまでが就職区なんだね。意味分からないハドが残り7になりました。よしよしよし。できっと7個のうちの残りもさハドハドでなってるじゃない、うん、もう1個なんか手がかりあればね。あとケビンのさっきの8万円分の読み的には、うん、ここが1個っぽかったんだよね。ハイフンハドハドなのかもとちょっと思ったり。ありえない。なるほどね、本来はハイフンを使うような場面。何にしてもさ、やっぱそのハドのさ名詞っぽい使い方があるんだろうな。新しいオファーがあります、はい、大ヒントを出すことができます。おその代わり、うん、賞金はゼロになります、はい、たどり着けないと思う。今の感じだとたどり着けないと思う。賞金を失うしかねえか俺らは。さあ絶対買おうと思ってたんだな絶対当たるはずだったらな全部馬券にして億万長者になるはずだったんだよな。バカだなヒントもらおうじゃあ、はい、もらおう、うん、これは設定があるから設定、これを言ってるシチュエーションみたいなのを説明します。まあ、これはねナレーターみたいな人が言ってるんだよね。本のナレーターみたいな。でこの状況を説明してるんだよ、うん、まあこれに当てはまるシチュエーションはまあ無限に可能性あるんだけど、まあ一つの可能性としてはこんなシチュエーションです。登場人物は先生とジェームスとジョンだね。で先生がその生徒二人に言ったんですよ。男性が風邪をひいちゃって苦しんでいます。それを英文で書いてねと言ったんですね、うんはい、でジョンは The man had a cold と書きました。ジェームズは The man had had a cold と書きました、うん、そのシチュエーションを踏まえた上でこのナレーターが言ってる言葉ですね、うん、あなるほどね。ハドハドそのものを、うん説明してるみたいな感じなのか。ハド自体をもう、うん、もうこう、こういうハドがあるって。そういうことか、うん。なるほどね。じゃあ俺ここ、こうかなって思って。俺が思ったのは、なんかここはなんか2つで1個だなってずっと思ってて。うんうんうん、要はなんかここがその通常のハドハドで、うん、名詞としてのハドハドっぽい感じがするっていうか。そうだったとしたら、これがじゃあその単体のちょんちょんのハドってことだよな。そんな気がする。ジョンはハドをなんか使ったみたいな。ここにさ、カンマがあってさ、ワイル、ジョン、ハドハド、ハド。ジョンがハドって書いていた一方、ジェームズはハドハドと書いてたみたいな感じなのかな。確かに。ざっと。ああ、ハドが先生に気づきを与えたみたいな。そうだそうだ。感じか。分かった。ハドハドが、ハドハドが先生に。ダイレクトをハドハドしてたのか。そう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 。そうじゃない？そうだ。分かったかもしれない。分かったかも。はい。じゃあ教えてください。ジョンがハドと書いた間に、ジェームズはハドハドと書いた。はい。だと、ハドハドは先生にいい影響をハドハドしていた。正解！いや、すごい！やったー！すごいぞ！やったー！ハドハドじゃない。やったー！いや、賞金はゼロになったわ。よ
し馬券を買って1000倍にして、もう一回買って、また1000倍にしよう。それでもう一回買えばいいんだよ。そうだよ。馬券にすれば。そうじゃん。いや、当たったとしても、お前らすぐゼロになるわ。これね、カンマとかさ、いるんじゃないかなと思ってて、確かに。この方が正しいんじゃないかなってなった結果がこれです。はいはいはい。そうだね。そう。そうだよね、そうだよね。ザットはこれね、セミコールンでリプレイスできますので、そうですね。ザットというか、まあ、アンドだね。アンドなんだけど、アンドをリプレイしたのがセミコールンね。アンドはでも省略できないはずだから、セミコロンにしないと変なんだ。そう。でもすごいよ。同じ、その意味です。そういうこと、そういうこと。素晴らしいね。でもね、このハドが11連続している文章が、正しい文法であるっていう、その、謎の英語の一面があるんですよ。確かに。こういうのは。これ一応さ、その、書きでは、こう、しなきゃねって思うよ。でもケビンなら発音だって逆に言うと完全に正しいってことだもんね。そうそうそう。そうだよね。そうそうそう。あれは絶対正しいんだよね。あれは絶対正しいですね。あんなもん正しくないよ。どう考えてもバグったバグった。病院行った方がいいみたいな。こういう不思議な一面もあるんですよっていう回でございました。でも面白かった、なんか。謎解きみたいな。いや、そうだよね。本気で挑んでたから。途中考えてる時さ、もう二人ともなんかもう画面の端っこらへんに頭こうやったんですよ。これじゃあ見てる人で当たった人がいれば賞金100万円いや、あげられませんからね。でも一旦もらって俺がそれで1000万円にして、確かに1000人増えるじゃん。そう、一番貸したくないで、君にそのうちの100万返せば俺はね999倍が残ってるわけだから、めっちゃいいじゃん。アホ怖っ、アホ怖っ、イカれてるやつの顔だわ。めっちゃいいちゃんの顔怖すぎる。こういうやつがハロハロハロとか言い出すね。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。文法的アプローチをできるから2人はすごいいいと思う。なんか僕とかはフィーリングでさセンテンスを把握するから、この次が来るのは動詞なはずだからできなくて、わかんない。なるほど。そう、そういう人は多分さ音声を聞いたらあれってなるんだよね。イントネーションがだからすごいヒントになる。そうだよね、そうだよね。